セントピーター教区はイギリス領モントセラトの行政教区の一つ。モントセラトの臨時首都であるブレーズや新首都予定の一つであるリトルベイを管轄する。モントセラトの教区では唯一の友人教区でもある。1990年代、島南部のスーフリエールヒルズが噴火し、セントジョージズ教区とセントアンソニー教区は影響により無人化したが、 島の北部に位置したセントピーター教区には甚大な影響はなかったため、モントセラと唯一の友人教区となった。また、首都プリーマスも火山の噴火によって壊滅したため、1998年に教区内のブレーズに首都機能を移した。現在はブレーズ及びリトルベイ周辺の地域を新首都とする計画が進められている。人口は4922人。 噴火前、の人口は4,411人で、噴火の影響から増加している。島内で使用できる、唯一の空港であるジョン・エオ・ズボーン空港が、所在する。モントセラトの地図、モントセラト。シティ・パプアレーション、で、2020年3月22日閲覧。パリシアス・オブ・モントセラト。statoids.com。2020年3月22日閲覧。 ありがとうございます。